ガエル・クリシーは、フランス・トゥールーズ出身のサッカー選手。セルベット FC 所属。ポジションはディフェンダー。マルティニークにルーツを持つ。フランスの AS カンヌでデビュー。1年在籍した後、アーセナル FC のトライアルを経て、見事合格を果たす。03から04シーズンには、当時世界屈指の左サイドバックと歌われた、アシュリー・コール不在時の穴を埋め、その才能を認められた。 コールがウィリアム・ギャラストのトレードでチェルシー FC に移籍した後は主力として活躍している。2007から08シーズンからは新加入で同胞のばかりサニャーと強力な両サイドバックを形成しそのサニャーと共にプレミアリーグのベストイレブンにも選ばれコールの穴を完全に埋めている。2011年7月4日マンチェスターシティ FC に4年契約で移籍した。 2017年7月6日、イスタンブールバシャクシェヒル FK に加入が決定した。フランス代表として200、2002年 UEFAU-17 欧州選手権で準優勝した。2008年11月1日、2010FIFA ワールドカップ予選のセルビア戦で A 代表デビューを果たした。代表では、左サイドバックのポジションを パトリス・エブラやエリック・アビダルなどと激しく争ったアーセナル・マンチェスター・シティーありがとうございます。